J2 第13節を振り返る。よろしくお願いいたします。さあ今節もねエキサイティングだった J2 リーグですけども、1試合ずつ、はい、全試合ね先生にご解説いただきながらお願いしますということでございますね。期待な、はい、まずはこちらのゲームです。ドン、ビファーレン長崎対アルビレックス新潟は3対2でビファーレン長崎勝っておりました、うん、このゲーム、いやー、うん、よかったよかった、本当によかった、うん、本当によかったの。どういうところが。角田誠、ほうそこから行きたい、はい、得点者じゃないんかいって思われるかもしれないけど、うんうんうん、角田選手がですね、はい、この日ね、うん、信じられない数字残してて、ディフェンス、うん、守備成功率、うん、なんと 100% はー、データ上の MVP ってことですね。そうですね、うんうん、だってだからいわゆる角田選手がいなかったところからは、はい、いわゆる失点したっていうケースありましたけど、うんうんうん、基本的に角田誠っていう存在がいるところからの失点がないっていう状態ですからね。はー、それはすごいですね、うんうん、おかしなことですよ。おかしなことでしょ、そんなことありえない状況だもんね。もうバッチバチいってらっしゃったところが、でもやっぱそういうね、はい、球際みたいなところってそういうのが光って、うん、やっぱこう勝利に結びついたりとか、ね、失点防いだりとかというケースって結構多いですからね、うんうんうん、ここはもう本当にもう角田選手あっぱれというところだと。見る赤 MOM ということですね。はい、はい、分かりました、はい、対するアルビレックス新潟はね、うん、もう本当僕すごく思ってるのが、はい、まあ負けたけどねってぐらい、うん、ほうほうほう、まあ負けたぐらいよってぐらい、悪くはなかった。そうです、うん、で何がじゃあかっていうふうに言われたら、はい、今そのやるべきなのが、その戸島選手の右サイドバックってところをこのまま継続して頑張って、育てていくっていうのは僕はいいんじゃないかなというふうに思っております。で特に、前線のところというか両サイドかな、うん、渡辺龍馬選手と高木選手ですね、うん、この2人とシルビーノ選手、ここの2列目がね良きなるほど。なので、うん、彼らをうまく使っていくための今両サイドバックって位置づけでもあるので、うん、後ろがそれでしっかり大丈夫だといわゆるね、うん、じゃあ青足的に言えばロープの絆というか、うん、まあ、そんな感じでディフェンスがしっかり、新潟としてこんな感じかなって固まってれば、よりさらにこう前に押し出していくことも可能かなと思うので、はい、その場合だったらもしかしたらもうちょい新潟が進化すればちょっと違った展開になったのかなというふうにも思いますね、うん、はい、はい、なるほど。新潟は悪くない、全然、うん、頑張れ、はい、というゲームでございました。続きましてこちらのゲームです。ドン、東京ヴェルディ対アビスパ福岡、3対2で東京ヴェルディ勝ちましたというね。もうまず先に一言だけ言いたいのがですね、はい、藤本寛也選手、うん、木田日向選手、うん、そして三國ケネディエブス選手、うん、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、 U20 ワールドカップ、うん、ね、行ってらっしゃい、そういうことなんですね。その中で悔しかったのが一人いるんですよね、うん、この中に、そしてそのサイドをしかも割られてしまったってのももしかしたら悔しかったかもしれない、うん、石原選手ですね、福岡、はい、の、はい、彼はずっとこの世代のいわゆる、まあ、このね1999年世代をずっと引っ張ってきた選手、それで、はい、我々ね U20 ワールドカップメンバーの、まあ、動画も作らせていただきましたけど、はい、斎藤美月選手と一緒に、湘南ジュニアをでずっとやってきた選手で、彼がだから湘南ジュニア最後の選手だったりもするんですけど、まあ、だからこそ美月と一緒にみたいなところはあったと思うんですよね。それがいけなかったのはちょっと残念だったのかなというふうには思います、はい、でその石原選手のこの試合にこうかける気持ちを上回ってきたのが、うん、本日というかね、この試合の日バースデーだった小池純喜選手、はい、バースデーゴール見事ゲット、はい、 そして奈良和選手も左から、うん、攻撃に関与と、まあ、オンゴールはですね、こっちのサイドが躍動してましたね。いや本当そうですね、うん、そしてあとは右からね、藤本選手が、まあ、いい起点になっていたりというところがありました、はい、さらにあとここでもう一人だけ紹介しておきたいのがですね、はい、福岡途中から投入されました、うん、北島雄二選手なんですよ、はい、まあ、和子選手に代わって出てきたところではありましたけど、うん、来たよここも18歳、そんな若かったんですか。福岡 U18 からのルーキーでございます。彼がこうやって、福岡は正直今年人数が正直かなり少ない、うん、でも少ないからこそ若手にこうやってチャンスが巡ってくる、そういうことですもんね、うんうん、でさらにディフェンシブな木田選手、三國選手が不在となるわけですから、うん、はい、北島選手にチャンスが、チャンスだね。で福岡といえば、うん、福岡のディフェンダーといえば、うん、富安選手、そうですね、やはりね、世界の市場価値何位でしたっけ、そう今 ね、 1000位ぐらい、1000位以内にいますから、はい、 そうですね、そんな富安選手を追っかける方々がそうやって木田
三国北島とリアリティがあるもん ね先人がいるってことだね。そう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 、うん、しかも福岡ユース出身ですからね。そうだよね。そうそうそう、それ考えれば追いたい存在ですね、はい、まあ、ちょっとポジション違うけどね、うんうんうん、といったところでございました。なるほど、はい、この鈴木選手62分なのね、ミドルシュートも見事でしたね。見事でしたね。あそこ2枚破ってくんだみたいなね、うんうん、あとはもう和子選手からヤンドンヒョン選手のもうクロスドンってね、すごかったね、あればよかった、うん、はい、はい、というゲームでございました。続きましてはこちらをご覧ください。レノファ山口対青宮アルディージャですね。こちら2対2のドローということでした。そういえば先ほどの試合で鈴木純と上福本の逸話をちょっと言い忘れたなというか、ありましたが、なんかドラマがあったんですね。そうそう、まあ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 、まあ、それはまた今後に置いておきましょう。分かりました。またどっかであるよ、きっとね、はい、あの昔2人とも同じチームにいたんだよ、うん、そこからねいろいろあったんだよって話でしたね。なんかニア狙ったフェア狙ったみたいな話があるんでしょ。そうそうそう、癖を知ってたってことだね。そういうことですね。なるほど、はい、はい、で今度こっちの話に行きましょう、はい、でまず決めたのが、うん、奥井選手じゃない、ごめんなさい、川井選手 ね、はい、ね、川井選手だったんですけど、うん、まあ、今年広島から育成型期限付き移籍でやってきてる選手になりまして、はい、まあ、正直よく決めたなと。あの川井選手、まあ、どんな選手なのかと言われたら、はい、あのサイド型ボランチみたいな感じなんですよ。うーん、割と起点作りながらって感じ。そうですね、バイエルのキミヒだとか、うん、はいはいはい、あと昔で言えばあの内田選手、うん、はい、内田篤選手みたいにサイドからそのボランチ その球出しみたいなことができる選手だったりするんですよね。なんですがこの試合もうまくポジショニングしてよくコーナーの流れで点取ったなってところがびっくりしました。あれヘディングかなんかですよね。そうです、そうです、前にもうゴール前に行ってましたもんね。びっくりしましたね。はあ、そういう走力もあるんだね、はい、うん、で対してこれプレビュー編でも話した話でしたが、はい、このやっぱ左ね、あの山口の左サイド、いわゆる大宮で右サイド、はい、そこから得点が生まれると話しましたが、まさに生まれました、はい、バラタ選手を食い選手からの流れで最後にはファンマン、ファンマン、ね、決めたよといったところでしたね。すごいガッツポーズした時の右腕の盛り上がりがすごかったですね。すごかったですね、あとこれ前節でも話したかなってところでしたけど、うん、あの前節ね、あの小島選手が大宮の、うん、はい、ちょっと最初失点してしまって、はい、愛媛山瀬選手に得点を奪われてしまったところはありましたが、うんうん、その後もうメンタル切り替えて、うん、もう試合中ずっとやり続けたと、はい、やっぱそういうところ、そして監督もあのずっと気を続けたこと、うん、そこが一つ大きかったですね。結果としてこれ出しました、はい、ついに得点でございます。はい、よく取ったなと。そうですね、まあ、最終的には、ね、田中パウロ純一選手の PK が、ね、あったら 2-2 で終わりましたけど、はい、こうやって、大宮としては狙いができて、狙いの通りに得点ができたっていうことと、うん、こういう若手で、点を取ることができてきているっていうところが、やっぱり好調を持続している要因になってるのかなというふうに思いました。はい、なるほど、はいはい、続きましてこちらのゲームです。ドン来ました。 FC 琉球対水戸ホーリーホック、いやー、ついに土がつきました。ついにね、土が琉球1-0で勝ちました。ついてしまいました、うん、ここまで無敗で参りました首位水戸がついにですね、1-0で敗れる、そして首位も陥落となりましたが、うんうんうん、僕ねこの試合 の、まあ、すごいいいヘッドで鈴木選手のゴール決まりましたけど、はい、あの一番の見どころがありまして、うんうんうん、それをちょっとお伝えしたいんですよ、はい、あの試合終了後の話なんですけど、試合終了後にですね、うん、おもむろになんかとある3人の選手が、はい、スタンドに向かって歩き出したんですよね、ほうほうほう、田中圭太選手、はい、福井選手、うん、カルバハル選手、琉球の3人が水戸のスタンド前に行ったんですよ、3人とも元ほうほう、水戸ホーリーホッケー、なるほど、なるほど、よくある風景ではありますけどもね、いや、でもね、うん、その中でもね、はい、よくあるところか、むしろ、ね、うん、トラメが持ち始めましたからね、あら、それは珍しいですね。そう、しかも水戸的には敗戦後ですから、そう、あミート、そうそうなんですよね、うんうん、でまずあの田中選手から喋り出して、はいはい、いやどうもですみたいなそんな感じなんですよ、しかも、うんうん、お久しぶりですみたいな、うん、まあそっか、うん、でさらにその福井選手も話すんですけど、うんうん、もう彼ら2人はもうだから、まあ、次ね今回琉球でやったけど、はい、あのまた今度水戸に行くことになると思うから、うん、その時も我々が勝ち点取って帰ります、それがもう受けてる感じなんだ、そう、何言ってんだこの野郎ははみたいな感じなんですよ、水戸のサポーターも沖縄とも初めてみたいなね、サッカーで来るのなんで、そういうのもあるんだろうね、うん、よく来てくれましたね、遠くまで元気でやってますよみたいなことでしょ、そうははなるほどね、最後にそれで登場するのがカルバハルですよ、ほうこんばんはみたいな感じで言ってくるわけですよ、ね、一言しか足ないんでやっぱ日本語話せないから、ただもうたったその一言でもう拍手喝采が起きていて、いいですね、いいですね、なんかこうやっぱプレミアリーグとかブンデスリーガーってなってくると、これ J リーグの良さなんですよ、そうバトルしちゃうけど、うん、もう J リーグってこういうことなんだよってのがいいですね、見て取れた一戦でしたね、なるほどね、はい、試合も試合でいいゲームだったけど、よりいいのはその後のこのほのぼのさ、なるほど、これが見れるのが J2、 なるほど、そうですね、楽しかった、はい、
素晴らしいお話をありがとうございました、はい、データではねそんなのつけられませんから、そうですよね、データ以上のものがそこにあった、それはやっぱり僕は伝えたい。なるほど、はい、じゃあのマン・オブ・ザ・マッチの選出基準だけ少々教えてもらっていいですか。はい、忘れておりました、大変失礼いたしました。いやいやいや、あの上田の選手に関しては、うん、あの今ねあの分かるシリーズなんてこともやってますけど、彼はゲームメーカー担当なんですよね、はい、でもうパスの成功率、はい、そしてキーパスの本数、ほうほうほう、もうここら辺を基準としても試合内でもダントツの1位だったので彼を選ばせていただきましたということでございました、うんうんうん、なるほどですね、はい、しかしあの8分のヘディング見事でした、見事でした、お手本のようなね、見事でしたね、ガッツン系でしたね、はい、うん、はい、というわけで今後のね水戸にも注目でございます。あとなんか水戸サポにも僕はマンオブザマッチを挙げたい、うん、ああなるほど、うん、水戸サポね、水戸サポじゃあマンオブザマッチ回数1という、なるほど、そういうのも決めていくんですね、はい、はい、ありがとうございます。さあ続きましてはこちらでございます。モンテディオ山形対ジェフユナイテッド千葉3対1で山形勝利ということですね。うん、一つ言わなきゃいけないことがあってこの試合、はい、いや両チームね頑張ってたと思う、うん、まずそもそも、はいはい、頑張ってたと思うんだけど、うんうん、まあ、正直これで2回目なので言わなきゃいけないんですよね、はい、マーさんもそして皆さんも、はい、まあ、このミルクサッカーアカデミーと言われたら斎、はい、藤浩樹、うん、まあ、はい、いつかねもう登場していただきたい、うん、出演していただきたいところでもあったりするんですけども、はい、その斎藤浩樹選手が、うん、あの、うん、千葉の右ストッパー、うん、新井選手相手にこうドリブルでねサイド付近でこうドリブルして、ね、得点取ったってシーンだったじゃないですか。はいはい、まささっき、うん、ハイライトというかオールゴールズショーを見てたと思うんですけど、はいはい、うん、なんか同じように今度逆に千葉の左サイド、いわゆる山形の右サイドからなんかドリブルで突破してた選手いましたね、うん、いや同じようなね、そうですね、ありましたね、坂本選手、はい、でしかも抜いていきましたよね、それで結局は最終的に得点が決まったシーンにもなってましたよね、ということは、うん、もしかして千葉のストッパーの方々、うん、サイドまで追い込んだ後のそのドリブルのこう切れ込み、うん、弱いんじゃないってのが見て取れてしまったポイントでもありましたよ、ね、もちろんそこはあのビデオもあるから狙われてたとこではあるということ、ね、そう、でもそうなってくると例えば山形でいうこの井出選手坂本選手あたりが両ワイド、うん、ウイングみたいな感じのポジションを取り始めて、はい、いわゆるセンターバックの脇のところ、もしくはこのチームで山形で行ったところに三木選手がいたわけですから、うん、そのやっぱりこのセンターバックの脇のレーンを使われてそこからクロスとか出されてしまったら、うん、もしかしたらちょっと弱いって可能性はあったかもしれないですよ ね、 ね、だ千葉は途中までカモフラージュできてたかもしれないけど、うん、あの1点先制した後にやっぱ3点取られてしまったってところは、うん、やっぱどこかほころびが山形に見えていてしまったってことになるのかなと思います。はーはーはー、で山形がこれで勝利したことによって首位に浮上したんですが、うん、残念、やっぱり J2 は魔境、魔境、魔境、うん、もうほんとね、ここまで正直この13節終わった段階で、うん、誰が最も、素晴らしい、いわゆるあの MVP レベルにいるかって言われたら、うん、山形の栗山直樹選手なんですよ、うん、その栗山直樹選手がなんとこれで不勝離脱です。あら、そうですか、はい、あらということで次節からしばらくいません。やはり先生こう最近その怪我のニュースをよく聞くようになったじゃないですか。栃木岩間選手、ね、神戸古橋選手、徳倉選手もそうですね、やっぱりこのシーズンというか10節終わって11、2ぐらいのところでやっぱ怪我って多くなってくるもんなんですか。結構多くなりますね、やっぱり最初 5,6 節はね、特にあんまり起こらないことでもあるんです、まあ、特にしかもローテーションでやってくるじゃないですか、あの誰をどう起用していこうかなってことが、はいはいはい、でそれが 7,8,9 ぐらいでちょっと固まり始めたからこそ、あ、そうか、そこからだんだんと累積疲労が溜まってきて12から15節ぐらいってまず出やすいですね。あ、この辺のマネジメントってまた難しいですね。でしかもこの山形のディフェンスはずっとこのメンバーでやってきてしまいました。なるほどなるほど、そこでリーダー栗山が外れて一体真ん中というかこのディフェンスが次節からどうなっていくのかで山形の今年がちょっと決定される、方向性が決まる部分があるかもしれません。頼られる存在が故にってことだもんね、各チームね。うん、そういわゆる栗山さんがいたからこそっていうところで、うん、両サイド松本熊本、うん、できていた可能性もあるし、そっか、3人のユニットとして機能している。そう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 、次節以降に山形のディフェンスライン注目でございます。分かりました、はい、はい、ということですね。続きましてこちらのゲーム、横浜 FC 対マジでゼルビアが1対1のドローということでした。タバレス監督、そうです ね、僕たちのタバジーが、タバジーがね、タバジーちゃんがいなくなっちゃうわけですね。本当にタバジーがいなくなる、このゲームを最後にってことなんですか。はい、うーん、なるほど。新しくね、実は
新しいシリーズをまたさらに分かるシリーズの次にですね、はいはい、新しく大丈夫シリーズなるものを今、ね、取り始めたところでもあるんですけれども、ご心配ないです、今こういうことが起こっているのでそんな心配しないでいいですよっていうことですね。そうなんです、うん、もう横浜 FC バージョンちょっと正直取らなきゃいけないんじゃないのかなと思うぐらいですよね。だって、うんうん、そうですか、あの横浜 FC は今回タバレス監督変わることになったけど、うん、はい、なんでって言われたら一応理由として出てるのが、うん、まあ、去年はそのプレーオフレベル、うん、はい、に最終的に順位いたよと、うん、だけど今この順位、そうか、去年と比べて見劣りがっていうだけの理由なんだ。そう、一応ね、うん、そういう風に言われてるんですよ、うんうん、なんか印象値でいうと名シーンはいっぱい生んでるんですけどね、今年の横浜。そうなんですよね、うん、まあ、ただ強いて言えば、まあ、守備的な戦術は確かに多いっちゃ多いけどね、はい、っていうところはあるけ ど、うん、とはいえ別にそんなにこう負けが込んでるってわけではなかったの で、ね、むしろね、うん、レドミ、うん、イバ、うん、豊島、うん、そして斉藤光輝、いやスターがたくさんですよ、スターたくさんいる中で、っていうところを考えると、うん、と、うん、で何よりも見る若としてやっぱり、はい、まあ、さ、僕の好きなあれちょっとお願いしたくて、はい、あの斉藤光輝選手の得点した後ですよまたやるんですか、大好きで、だから、ね、タバレス監督が、はい、斉藤光輝選手があの左サイドえぐって千葉戦でしたかね、はい、ボールロール2個ぐらいやった後にもう1回スピードギュンと上げて入れた後のもうですよ、はい、もうタバレス監督のもう孫を見つめるようなね、かわいいなこうちゃん、こうちゃん決めたの、また決めたの、すぐこっち上でこっち上でさ、こうちゃんの手開いて何やってんのそれ、あ飛行機か、ちょちょちょ飛行機やっちゃうからブーンブーラ置いてほらこうちゃんって何でも買ってあげるからね、お母さんに内緒でこうちゃんはいい子だよく決めた何回やらすんですかこれ、いや想像してもらってんですから、あのシーンを皆さんね、まあさん、あの大事です、残ってないかもしれない、本当、まあさんね、千葉僕本当に昔から、はい、子供の頃から、僕はあなたをテレビで見てきた、一番全ゲールのやつ一番好きこれタバレスゲーがですか、はい、ありがとう、いやあのシーン僕大好きですからそういうことなんですかね、あのちょっとあの、あの飛行機かのところがもうどうしてもね家に帰ってもこう離れないんですよ、いやあの時のタバレス監督のそのね本当に斉藤光輝選手若手を起用してこう結果を出した時嬉しい感じっていうかこう年長者としての愛が ねにじみ出てたわけですよね、あの本当そんな感じでしたからね、はい、そしてあの監督が変わることになりまして、下平監督に、はい、そうですね、あの柏のね、うーん、あそうですか、そう、ほう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 、下平監督が今度横浜 FC やるのって話ちょっとびっくりしたってところがありました、タバレスとこうちゃんはねやっぱつながっといてほしいですね、やっぱり、いやほんとね、だからもうエントリーは絵はがきとかはね、つなげてほしいですね、なんかね、うん、あのちょっと違った話してあれなんですけど、あの大丈夫シリーズで一発目出したの清水、うん、でですね、実はなんか監督解任が発表される前日、うん、試合終了の日らしいんですけど、うんうんうん、なんかバーに来られたらしいんですよ、スポーツバーに、誰がヨンソン監督、あ、はい、プレミアリーグ見てたそうで、うん、あそう、しっぽり、うんうん、哀愁って思っちゃって目撃されてるんですね、そうなんですよ、うん、なんだかなっていうところも、ね、でも普通にサッカー見ながらそこで飲んでたんじゃないの、まあだと思いますけど、うん、ね、まあ見る側としてはねってところですね、そうだね、分かるね、はい、うん、まあそれで対する逆の町田なんですけど、サッカー好きなんだね、そんな時もやっぱプレミアリーが気になるということでね、うん、対する町田なんですけど、うん、いやよかったなと思うのが、うん、ジョン・チュングンさん、ジョン・チュングンさん古巣相手なんですよね、はあ、そっかそっか、なるほど、でもアシストというか、はい、まあ、得点を、ね、生み出したっていうところがありました、はい、でちなみにあのマオザマチとしてあの、うん、酒井選手入れてたりするんですけど、うん、タックルの、ね、成功数がね、うん、あの試合内トップなんですけど、うん、あの全選手というか2位の選手に、うん、あの倍、へえ、がっつり守ってたってことね、そうなんです、それだけだから、うん、まあ、1失点で済んだのは今回は酒井選手、うん、一つキーになっていたんじゃないのかなというところで、まあ、いろんな数値もありますけどね、うん、まあ、それでつけさせていただいたよと、なるほどってことでございます、ね、はい、松井大輔選手がでも出てましたね、出てましたね、うん、さっきずっと出てますね、なんかボランチでね、あのセンターバックなんて時もありましたしね、だって今もだって守備的でボランチみたいな感じでやってますからね、うんうん、いやほんといろんなことできる、ほんとサッカー先生抜群の選手なんだなと思いますね、まあ、監督がってどのような役割をね、うん、そして忘れちゃいけない三浦和選手もね、そうですね、どのような役割をやってくれるのかなっていうのを楽しみでございます、はい、はい、さあ続きましてはこちらでございます、ドン、京都参加対ファジアーノ岡山2対1京都さんが勝ちましたよと、いやー、うん、本当にね、イオンジェ、
イオンジェ。イオンジェ。あのクロスね、もうなんていうの、アーリーすぎるみたいなね。そうなんですよ。アーリーすぎクロスをギュンって曲がってくるので、ね、鋭角に後ろから来るボールを前向きながら鋭角に合わせて、あの反射力で跳ね返す。天才ですね。いやおかしい、ビリヤードだったら入射角と反射角おかしいもんある。ギュンって曲がってきたから急に角度作ったんだね。それ分かってるのがクロス上げた側もすごいなよね。すごいですね。すごかったあれ。あと何よりも僕はもう一人いまして、岡山側で、もう僕ずっと見続けてる選手だからこそ本当に、ね、もう見てしまうとその度にこう頑張れって言ってしまうんですけど、誰じゃなこれ、木山選手なんですよ。木山晃平選手、ほうほうほう、途中で、ね、久保田選手に代わって入ってきましたけど、はいはいはい、本当に、ね、全ポジションやってる選手なんですよ。プロでね、もともとフォワード出身ですからね。あ、そう、フォワード出身で、で松本時代はセンターバックやって、で岡山来てサイドバックもやって、や今右サイドバックやって、そういう人好き。なんかフォワードからもういろんなことを経てディフェンダーまで行ってまた上がってきてますからね。はい、はい、すごいね。うん、一つのシーズンで全ポジションやるんですよ。あ、すごい、いいですね。うん、そういう選手僕は好き。うん、チームのこうためになってる。そうだよね、いてくれると助かるね。そうなんですよ。うん、で対する京都なんですけど、はい、まあ、最終的にね、結果として仙藤選手決めましたよと。小山津から仙藤、綺麗ななんて言うんでしょうね、テクニックを見せましたね。まあ、まあまああれですよ、あの高校時代からのホットラインですから。うんうん、ああ、そういうことですね。そうです。あ、だからインタビューでも渡辺呼んでたね。そう、友也から。あ、だって高校時代からだもん。そうか、そう、はあ。で元々2人ともね、小山津選手は名古屋、うん、先頭選手は東洋大行きましたけど、それで今度は最終的にこの京都地でまた落ち合ったと。はあはあはあ、そんなドラマがあったんだね。うん、じゃあ喜んでね、監督からメール来たね、2人にね。ね。ね。同じメールじゃないといいね。ね。うん、ちなみにさらなる後輩としては、うん、あの岩崎優斗なんてのもいるんですけど、ね。おお、そうなんだ。今さ、ね、ああ、そっか。そう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 。まあ、そんな中でやっぱりここにも悔しい思いしてる選手が一人いますね。うん、福岡新平選手。お、彼も、U20 ワールドカップをいわゆる行けなかった組ですから。うん、そうか。この世代の顔ですからね、本当は。もともとは平川福岡のダブルボランチでずっとやってきて、東京のね、やってきた2人ではありましたが、なかなか今ここが行けなかったということで、この行けなかった気持ち、そうだね、代表でやってほしい。はい、あの僕の中での第2の長谷部誠は彼だと思ってるので、福岡新平選手、心を整えられる選手。なるほど、と思っております。まずは京都を整えていただきたい。京都を整えてください。あのトゥーリオ選手は今年で辞めるらしいですね。まあそうなるでしょうね、自分でおっしゃったということで。今後ちょっと後半戦、あとやっぱり、去年そのやっぱ楢崎、中澤と、ああそうだね、ああそうだね、そう、共にこう共闘してきたような方々が辞めてしまったってのが、ね、彼にとって一つ大きかったんじゃないのかなというところがありますね。まあ一回辞めてますもんね。そうそう、で馬乗ってカーボーイしてる時に来たんでしょ、すいません京都のものですがっつって。そう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 、ね、でさらにそこで、あのあれですよ、奥さんに怒られてますからね。はい、なんて怒られたんですか。あの一回そのブラジルから来た時に、なんで行くのみたいな。でその後で、まあ、とりあえずまあでも仕事だからってことで納得はしたものの、その後で、またや、またいわゆる継続するというか名古屋に一回来て、その後京都に来たじゃないですか。ああ名古屋に来たんだっけ。そうか、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 でその時にも京都じゃまだなのってことでブチ切れられた。あららららららら、そう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 、それはしょうがない、田中なんだから。あのせっかくなんでこれ、あのどこにも出てないエピソード1個いいですけど、選手の一回の去年のオフに行って帰ったんですよ。あらま、ブラジルとか。そう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 、で今年ね、あの来る時に、あの予定よりあの10日ぐらい遅れて日本に来たんですけど、あら揉めたね。遅れた理由なんだと思います。実はね、揉めたんじゃないんですよ。何ですか。パスポートどこに行ったか分かんなくなってそんな10日も見つからなかった。で、いや取り直した。いや本当じゃ、僕は嘘だと思ってますよ。ただ、はいはい、あのちょっととあるところに電話かかってきて、ちょっとさパスポートないんだけどどうしよう。あ、そうだ、そう、あそうはって話になって、あれ奥さんもしかして、あらあらあらららら、そこもかいくぐんなきゃいけなかった。そこかいくぐってきたわけね。いやディフェンダーってトゥーリオさんぐらいですから、やっぱそういうところね、かいくぐってやっぱりフォワードを得点決めていくっていう選手なんでしょうね戦う王が入ってますけど ね文字にね。でも奥さんにはなかなか勝てないですねなるほどね、トゥーリオさんね。あの本当にだからブラジル帰って、あのいい生活過ごしていただきたい。ブラジル帰ってって言いますけど日本国籍ですよね。そうなんですよね、田中ですから。ですからね、気持ち分かりますけどね。田中です、気持ち分かりますけど。田中選手頑張ってください、頑張ってください。でもね、あなたは田中と書いたことはないよ、ここいや
さすがに田中って書いたら分かんないから分かんないですね、頑張ってください。次出た時は僕はここ田中って書きます。やめましょう。田中トゥって書きます。まじゃないの、まです、ごめんなさい。わかりました。はい、はい、というわけでね、ビッツァンのシュートもね、ビッツァ良かったですね、良かったです、はい、はい、というわけでございました。続きましていきましょう。こちらのゲームでした。柏レイソル対徳島ヴォルティス1対0柏レイソル、うん、なんか一瞬ですけど、はい、これ見てた方とか見てない方にはぜひ見ていただきたいんですけど、はいはい、なんか一瞬だけサッカーじゃなかった瞬間がありましたよね、うん、この試合なんですかね、ポートボールじゃないけど なんだろうね、でもなんか分かんない、ポートボールでもありながらなんだろうねあれね、ボールだけはポートボールでしたけど、いやいや明らかに格闘技がありました、ね、確かに確かに、ストリートファイターみたいな瞬間、そうなんですよ、サッカーじゃない瞬間が正直あった、確かにそうなんだ。でそのサッカーじゃない瞬間に得点は決まったし、あの梶川選手、徳島のキーパーも、うん、ワーイみたいな、そうだね、何が起こってるんだって顔してたし、ふわっと上げてオルンガがバーンと信じられない角度から前に弾いてヘディングでね、こぼれたボールをもう一回、うん、ヨガファイヤーみたいな、そこにバイスがやってくるっていう、なんだあれ、はい、バイスもうなだれてますよあれ、ガクガクし、超そうだね、一瞬あのキャストが全部ゲームちょっとネオジオの感じしたねネオジオかカプコンかみたいなね、あの画角が、ね、確かに確かに、江坂くんがねその後あのセレブレーションで寄ってきた時にちょっと引いてましたもん、引いてたかね、そんなことするみたいな顔が、そうしなきゃ点取れ、あそうぐらいのまあまあすごかったねみたいな顔してた、うん、いやあの前線のね、なんでしょうね、オルンガの身体能力を見ました、はい、その後のあの側転もね、いやあれは本当にオバメアもびっくりでね、うん、あのこれで本当にだから試合の話もしたいんですけど、はい、やっぱりこの話そろそろやっぱちゃんとしていかなきゃいけないからまずしますが、はいはい、そんなね、うん、ハイスペック身体能力男、はい、オルンガ、そうですね、もうすぐあれです、アフリカネーションズカップがあるあ行ってしまわれるわけです、行ってしまわれます、どこ代表なんでしょう、ケニアかな、ケニア、そう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 、そうなんです、なるほど、あちなみに先に言っておきたいんですけど、はい、あの今回 U20 ワールドカップあるじゃないですか、うん、あのマジで南アフリカに注目してるから皆さん、お大丈夫、南アフリカマジ強いから、そうなの、あの、ま、なんか前あのクラブワールドカップもあったのマメロディっていう、マメロディ、そう、僕あの勝手にマイメロディって呼んでるんですけど、うん、勝手に呼んじゃダメですよ名前なんだからマメロディにね、あの2桁得点2桁アシストしてて、うんうん、あの富安レベルに市場価値高い男がいるんですよ、ほうほう、はい、へえ、やばいやばい、やばい、マメロディに注目、はい、マメロディはもうそれが終わったら、マメロディっていうか、あの南アフリカっていうその U20 ワールドカップのチームですね、あがやばい、そうやばいの、ちょっと見ておいていただきたいなと思います、ほうほう、南アフリカにもアヤックスなんだよね、あそうっすね、ね、なんか見た、いっぱいいるからちょっと見てほしいですね、南アフリカちょっと面白いですよ、リーグとして、うーん、ちょっと面白い、わかりました、ください、はい、まあでも何はまあ いやこの話はやめておこういろんな話したくなっちゃうからインデックスがねガチャガチャ開いちゃうから閉まんないからもう、はい、で、うん、あともう一人ね、うん、あのこれは J1 編でもちょっと話したりとか、あと、はい、分かるシリーズね今収録してあるんですけれども、うん、の仙台編でも話したんですけど、シュミット選手がおそらくは僕は選ばれない可能性があるなという、まあそう第二キーパーの怪我によってね、うん、はい、ってなると、コウスケ中村はおそらく選ばれることになるでしょうね、はいはいはい、とこの試合も圧巻の試合ありましたやっぱり、そうですね、うん、大迫圭介がある、いるってことで、もう基本に2枠だし、そうだね、今まで起用した選手から投票するってことで考えたら、うん、まあそうだね、まあ、権田選手来てくれればいいけど多分ないので、うん、なるほど、って考えると中村、シュミット、シュミットと、東口もしくは中村東口の、まあ、3択なんですよね、なるほど、でシュミットいないってなるともう中村東口しかないので、うん、そうかってなると、うん、オルンガとコウスケくんがいない、あ背骨ともうね言える2人ですね、ここがポイントなんですけど、ほうほうほう、やっぱでもディフェンダーたちはいいんですよね最近、上島選手なんかかなりちょっと良かったりとかすると、あそうですか、この日もですね、あの、はい、ソメヤ選手がね MOM に選ばれてますね、そうです、あのほぼほぼライン上クリアみたいなこととかもありまして、かなりディフェンスが中村にまでボール触れさせねえからぐらいのところで止めるシーンがかなり多かった、なるほど、そこがだからちょっと良かったなというふうに思ってましたね、まあ、それもあってちょっと入れさせていただきました、はい、まあ、徳島としてはもともとのシーズンで考えたら、まあ、柏相手なので別にここでいっぱいっていうのはそんなに正直痛くはないんじゃないのかなとは思います、はいはい、元からのね、うん、想定で考えればの話ですけど、うん、ただね光っていたのがもう一人いまして、はい、ケン・イワオ
ケン岩尾光ってましたね。ケン岩尾がね、うん、光ってない試合って基本的にないんですけど、うん、というかこれあの徳島サポの方にも思っあの分かってると思うけど一応念のためですけど、はいはい、あの岩尾選手って毎年一応 J1 から狙われてるんですよね、うん、で残ってくれてるんですよ。なるほど。徳島好きで、はあ、だから逆に言ったらですよ、 J1 でも普通にいそうなパサーが普通に J2 でやっぱりやってる、これすごいことですよ。うん。でだから彼をそして残し彼が言われ残りたいと思えるチームを作ってるやっぱり徳島サポーターの方々、はいはいはい、僕はちょっと素敵だなと思います。なるほど。うーん。でこのチームは本当に素敵なチームですから、このまま頑張ってほしいなってすごく僕は陰ながら応援している所存でございます。わかりました、頑張れ。はい、はいはい、続きまして参りましょう、こちらでございます。ドン、栃木市対バンフォーレ甲府は1対0で栃木市が勝ちました。ね、ということで、ミルアカ MOM には、うん、早いもうじっくりじっくりしゃぶってくださいここ、あれなんか初めてバンフォーレ甲府に歴史上勝ったというゲームでございましたけども、ミルアカ MOM は、はい、井上、まあ、いや違います、私何もしてないです。あ、本当ですか。私応援してるだけですね。まあヨヒョン選手ですけど、まあ PK をね小黒選手が決めたという、決めましたけど、その後の守りですよね、怒涛の。ユヒョン選手確かね、8セーブぐらいしてるんですよ。いや本当そうですよ。で、あの16本ぐらいシュート打たれてるんですよ、ね、すげえなと思って、はい、栃木らしい勝ち方ですよ、これは本当に守りのチーム。甲府はだから攻め入れなかったですね、まあ、攻め入ってるんですけど、うんうんうん、ずっと攻めてはいるんですけど、はい、まあ、よく勝ったなって正直思っちゃいました。あのデータで考えたら、うん、どう考えても甲府の勝利でした。あ、それをものにすることにサッカーのね価値がある。そうですね、うん、あの結果終わったとしても全然甲府の勝ちじゃんというか、はい、データ全部海外の人に見せたら、はい、え、これこの右の甲府ってチーム勝ったんでしょって言われてもおかしくない。なるほど。本当にユヒョンそんなゲームをものにしたわけですから、はい、ね、ユヒョンの力もやっぱりでかかったと思うんですね。でかかったですね。そしてあと、うん、枝村選手お帰りなさいと。そうですね、うん、はい、あとは、うん、岩間選手の怪我がね、あ、そうでしたね、頑張リハビリ頑張っていただきたいなと思います、はい、うん、ただあと後半戦とかこの中盤戦にかけて見ていってほしい選手がいまして、はい、浜下選手ですね、はい、栃木サポの方、この浜下選手に注目です、はい、あ、そうですか、はい、彼のドリブル、うん、そしてドリブルでのドリブルしてる時のステップに注目、はい、あ、ね、そのことによってやっぱりたまらず足を引っ掛けてしまった後半ということですかね、はい、そうですね。アシストも最近はね決めてますし、そして甲府はまあ負けたけど、はい、ついに来ましたね、うん、ルーキー宮崎選手、来ました。こちらもなんと 0-0 世代高卒ルーキーがここでまたデビューです。デビューがね、また出ましたね。ちょっといやらしい動きしてましたね。いや本当にね、うん、FC 玉がね頑張ってますね。 FC 玉、はい、FC 玉、はい、あ、そのあれです、育成年代のジュニアユースですね。これもう長くなりそうですね、はい、FC 玉ってのは他誰がいるんでしたっけ。これはもうだから、はい、あれですよ、うん、関川選手とかね、ああ、そう、生駒選手、はい、もうあとはだから、もう見ていただきたいのは、あとは高校選手権の昨年のね、東光学園のシリーズちょっと見ていただけたらと思います、はい、3分ながらもうね遅刻喋ってるところがありますんで ね、はい、信じられない情報量でお伝えしてると思うのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ホームで勝ったね、グリスタルが栃木、この後もよいしょしょ綺麗に乗っていただきたい、はい、はい、すいません、ちょっと気持ちが入っちゃって、はい、こっちのゲームですね、はい、行きましょう、はい、きましょう、ドン、こちらです。愛媛対鹿児島は 0-3 鹿児島勝ちました。乗ってきましたね鹿児島僕もちょっと一個想定外だったことが実はありまして、はいはい、林道選手とユドリッチ選手を、はい、スタメンで使ってくると思ったん。いやー、いない二人とも。ですよ、だからねこれ正直ね、はい、うん、愛媛スタメン選び失敗だったかなっていう部分はあるんですよね。コンディションみたいなこともあったのか、まあ、あとはいろいろ考えてきたんだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、結果としてですね、うん、まあ、五稜選手、篠濱選手と、あとは酒本選手、茅沼選手、はい、ある意味4枚で3人対応だった状態というか、なんで途中から分かって下川選手、長沼選手も降りてきましたけど、結局相手が3の時に4かもしくは5の時に4なんで、いわゆる1人うまくスライドさせてしまえば、いわゆる間ついていけるじゃないですか。だからちょうどあの牛野浜選手が得点生んだし、の得点シーンですね、五稜選手からの、はい、あそこなんてもうまさにで、え、空いたじゃん、スッていっちゃおうで、牛野浜選手が間スッってこう入り抜けて、綺麗なスルーでしたね、こう決めたので、うん、もうその1点を鹿児島が取ったってところが大きかったですね、うん、それで愛媛の両ウィングバックを下げることに成功してしまったので、はいはい、
で、あとあとだから、攻撃してった後ですね、こぼれ球落ちてきたところで八幡田選手のミドルが生まれたりだとか、うん、でまあちょっと岡本選手倒したのはあんまりそ本当に PK だったかってところは、ね、なんかどうやらあるっぽいですけど、うん、まあとりあえず新岡選手が PK 決めたってところもあって、うん はい、まあ、それでちょっとジエンドだったなっていうところはありましたね、うん、だやるんだったらむしろあの竹島選手か前の選手をちょっと変えたりだとかで、うん、4バックってパターンでも良かったのかな愛媛はってはちょっと思ってたりはします。なるほど、うん、はい、まあ、先日の妙でございますね、はい、そしてもう八幡田、西の浜、五稜含めもう本当鹿児島出身選手躍動ということで、やっぱり、はいはい、うん、ということで良いですね、はいはい、ちょっと上向いてきてる鹿児島ということですね、はい、はい、続きましていきましょう。今日最後です、こちらです、ドン FC 岐阜対津江県金沢に対3で津江県ということでしたが、勝ったのは津江なんですが、やはりこれはなんていうんですかね、なんかどっちも負けた気してないと思うんですよね、うん、というか、うん、この試合もちろん勝者は一応金沢なんですけど、はい、まあ、あの人ですよね、勝ったのね、あの人ですよね、だって投入1分も経たずにヘディング決めてますからね、おかしいですね、55分投入で55分に取ってますからね、びっくりですね、もう頭がラケットみたいでしたね、おかしいっすね、あの本当、いや、まあ、正直データというか、はい、見ていただければこれ、本当にあのフォワードというか、うん、あのセットプレーで点取るためのコツあるんですけど、皆さんにお伝えしていいですか、はいはい、なんですか、バックステップ、はあ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 、というか今例えば今この収録している状態って、うん、まさに僕のこと見えてるじゃないですか、はい、もちろん、はい、だからこれ実際立ってやっちゃいますけど、うんうん、ここの今その状態でいるところから一回僕が下がる、はい、あ、見えなくなりましたよっていう風になると、はい、今視界消えましたよね、はい、消えました、先生がいない、一回例えば見に来ちゃいます、先生がいない、先生がいない、あ、いた、後ろ向いた、いた、今後ろ向きましたもんね、はいはい、ってなったらもう後手踏んでるんですよね、その段階でディフェンダーって、なんで、なんで、なんですって、だってこの今ねオフェンスの選手って例えば左にずれる、はい、右にずれる、うん、まっすぐ行く、いろんな選択肢を自分で持ってるわけだから、そうですね、私はあのボールも見なきゃいけませんから、そうなんです、そしてゴールとの間に入ってなきゃいけないですから、そうです、なので基本的に一回視界から離れてまた入ってくるような動きをすると、うん、えっていう風になっちゃうんですよね、はいはいはい、その本当に基本的な技術ではあるんですけど、うん、秀逸、秀逸、それがうまくできる、両逸、両逸、うん、両逸なヘディング見せましたね、見せてましたね、でバックステップするってことは推進力が一回後ろに行くってことですから、それ強いヘディングを打つのは難しいはずなんですよ、体幹ね、2点目にも現れてましたね、あの体幹の強さ、2人金沢のディフェンダー吹っ飛ばしてましたからね、吹っ飛ばしてましたからね、自らも吹っ飛んでましたけど、ね、まあただ当てる瞬間吹っ飛んでないってことでね、前の推進力が1点、そこまででいけばいい話だから、そういうことだよね、だむしろやった後に頭単純に足もつれたっていうか、あの、うんうん、体のディフェンスの足に引っかかったんですよね、はいはいはい、はい、いやすごいベテランの味、ワンポイントの仕事、ツーポイントの仕事を20分ぐらいでやってのけたってことだよね、はい、いそこがすごい、ここで来るんですね、両一前田、いやだから特に金沢は来るになしで勝ったのがでかいっすね、うん、そっかね、しかもオンゴール2本ですから、そうですね、まあ両方ともね、うん、まあ、ちゃんとあの選手絡んでたりはしますけど、うん、まあ、結果としてというか、うん、ね、このオンゴールはオンゴールじゃなくて、確かにブレイブロストですっていうふうに言うと思うんですけど、これはもう誰のせいでもない、これディフェンダーが頑張った結果、ただね、あとそろそろね、あの、うん、実サポの金沢と対戦される方々もう一人、見とかなきゃいけない選手がいるんですよ、はい、忘れてほしくないのが、はいはい、長谷川拓実選手、おお、はいはい、各ゴールシーン見てもらいたいんですけど、はい、長谷川選手ってこれ右サイドバックですよね、そうでしょ、うん、そうなんですよ、ええ、長谷川選手ゴールシーンでなぜかカメラに映ってるんですよ、ペナルティエリア内で、 おかしな話ですね、で特にあのこの間あの山口戦で、はい、なんかクルーニー選手含めてこうなんか多彩なパスワークの中で決まったシーンとかあるじゃないですか、はい、はい、最後のシュートの瞬間、うん、ディフェンダー釣り出す動きで、うん、フリーランしてるのが実は長谷川選手だったり、この位置から、はい、ずっと後ろから走り抜けて釣れるもんなんですね、この位置からね、だから、あ、だから他の選手からしたら、あ、長谷川に後ろから走ってきたってことは長谷川にパス出すんだなってことで長谷川マークしたんですよ、うん、そしたらそこの一つのゾーンが空いてシュートが決まったっていうところで、
このぐらいの走力持ってる選手からしたらピッチなんて狭いんでしょうね。狭いんでしょう ね超人ですからね、みんな子供の頃からの超人ですからね、全員が、ね、まあ、でもそういうことを本当はやりたいのが岐阜だったりするので、うん、でそのが上手いのが柳沢選手だったり、うん、会津選手だったりするので、 そうか、それが発揮できるに僕はなると信じてます、うん、岐阜は強いですから。なるほど。ただ金沢がすごい強い、うん、小松、柿田、うん、そしてクルニ、うん、クルニ前線がやばい、はい、うん、ということでございました。ということで今節の、ね、第13節振り返ってまいりましたけどもね、はい、いやー、いろいろドラマがまたありましたね、はい、うん、もう楽しみです。そしてただ、ここから U20 ワールドカップ組が J1 も J2 も、いなくなりますから、ね、まあ、彼らの活躍も期待しつつ、はい、その代わりに、そして、コパアメリカも近いですから、はい、その代わりに誰が活躍するのか、そんなところにもちょっと注目していきたいですね。はい、順位表をご覧いただいておりますけども、このようになりましたということで、また魅力サッカーアカデミーではね、レビュー、プレビューともにいろんなね、分かるシリーズ、いろんなシリーズ出してますんで、はい、雑談コンテンツも出しておりますので、ぜひ、ポチッと質問ポチッとやっといて登録してくださいね。はい、はい、というわけでございまして、また聞いてください。明日も毎朝お会いしましょう。魅力サッカーアカデミー井上真でした。ノーミルク佐藤でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。